メトラちゃんは見た。俺はクロキ。今日は地元の友人と飲む約束をしていた。お、集まってるね。おう、クロキ。トクサ、久しぶり。先に飲んでるよ。ユリ、相変わらずカシオレ。クロキ、遅い。ごめんって、カリン。もうこれ3杯目よ。トクサ、ユリ、カリンは高校時代からの友人だ。みんな地元で就職しており、もう随分と長い付き合いになる。高校といえば…そういえば3人ともヒイラギの結婚式行ったんだろ。どうだった？あ？その話、聞く？え、あ、うん。え、どうしたの？ヒイラギもこの3人と同じく高校時代からの友人だ。いや、この前ヒイラギは結婚式を挙げた。俺は仕事の関係で出席できなかったのだが、なんだなんだ。あれはつい数ヶ月前のことよ。え、そういう始まり方？怖っ。ヒイラギは結婚式前から。はあ、ヒイラギ疲れてるわね。どうかしたのか？それが結婚式のことで彼女と揉めててさ。そうなの？彼女、アカネの希望がすごいんだ。この一番高いドレスがいい。料理のランク？もちろん一番上でしょう。あと、BGM は生演奏。招待客は300人呼びたいな。いや、そんな予算あんの？もちろんない。だから困ってるんだ。予算が足りないって言ってるんだけど。ひどい！私のこと好きじゃないの？ヒイラギ君のこと信じてたのに。ごめん、アカネ。泣かないで。って感じで。そこまで言うってことは、アカネさん側もお金出してくれるんでしょ？の、うわぁ、あー、なんかそういえばそんな愚痴を聞いたような。結局全部は叶えられなかったらしいんだけどな。そりゃそうだ。うんうん、だからなのか、結婚式当日も新婦がすごい不機嫌だったのよ。こっちとしては出席しただけでもありがたく思ってほしいくらいよ。ハリ、落ち着いて。だってその日台風だったのよ。結婚式の日ってあのでかい台風の日だっけ？くるるるる。そうそう。カリン、その日のドレスと靴、新調したばっかだったんだってさ。だからあんなに怒ってるのか。怖い。招待客もほとんど台風で来られなくて席もガラガラだったの。もちろんブーケトスもフラワーシャワーも急遽中止になるし。そんな状態だったから、あの茜さんって人も不機嫌になるのはわかるけど、永遠の愛を誓いますか？へえ、台風がうるさくて聞こえません。手のはないよな。そんなこと言ったの？ひゃー、何様って感じよね。まったく。チャペルから移動するときも大変だった。髪は崩れるし、靴は汚れるし。それでその後。ふん、あかね。ふん、このいい加減にしろ、このバカ娘が。で、アカネさんのお父さんが怒り出して。ちょっと、バカって何よ。うるさい。台風の中、わざわざ来てくださった方々になんて態度だ。こんなの、私がやりたかった結婚式じゃないもん。私は悪くない。アカネ、落ち着いて。何よ、ヒイラギ君が悪いんじゃない。お金持ちだったから付き合ってあげたのに。この、解消なし。アカネ、俺は君の希望を全ては叶えられなかった。でも、なるべく君の言う通りにできるよう、俺は借金までしたのに。そんなの知らない。私が頼んだわけじゃないでしょ。あんたが勝手にやったことよ。無理だ。もう結婚はやめよう。よそでやってくれないかな。気まずい。ってことで、入籍はしてなかったらしくて、そのまま結婚は破談。新婦の両親が結婚費用も慰謝料も払うって。そういう話もあの場所で話すんだもの。気まずいにも程があるよな。うわぁ、ひどいなそれ。じゃあ今度ヒイラギの慰め会でも。しない。必要ない。あのな、クロキ、お前は仕事が忙しくてヒイラギとはあまり会ってないだろうけど、私たちずっと結婚やめなよって言ってたの。え？そんな女と結婚なんかやめろよ。そうだよ、絶対ヒイラギ君苦労するよ。でも
一緒になろうって約束したし、言うほど悪い子じゃないんだよ。まったく、そんなわがままな人どこがいいわけ？どこって、顔がすごくタイプでさ、わがままも純粋な感じがして可愛いんだ。それとその胸が。ひいらきくん、だってさ、胸。胸、うわぁ、バカだ。胸、本当にバカよ。ひいらき、向上の余地なし。ご視聴いただきありがとうございました。二人の結婚式なのですから、理想を述べるだけで自分は何もしないなんてわがまますぎますよね。まあ周りが何と言おうが、どんな人と結婚するのか最終的に判断するのは自分自身ですからね。容姿が好みなだけで結婚するのも全然ありだと思いますよ。個人的には容姿だけじゃなくて中身も見てほしいと思いますけどね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また同情の余地なしと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。